皆さんこんにちは、ね、コニラでございます。チアゴシューバの続き、チアゴシューバのこの続きから10クレ開けていきたいと思います。で前回は9クレ目に出てるんですよね、チアゴシューバが。開けていきましょう。オルバン、はい、まあ、クラブワールドカップのね興奮冷めやらぬまま、ほんとああいうねいいサッカーの試合を見ると、FIFA だったり、まあ、サッカーをしたくなるんですよ。非常にサッカーをしたくなるんですけど、できないじゃないですか、夜だし。だからそうなると、まあ、FIFA やったり、ね、WCCF やったり紛らわすわけですね。まあ、ロナウドもハットトリックして、非常にこうパワーバランスも崩さないままいい形で終わった試合だったと思います。ウェルベック、やっぱモドリッチとクロースが半端じゃなかったですね。やっぱりあの2センターがすごかった、クロースすごかったですね。でまあこの後今日、まあ今日つっても動画が上がってる日はまた別個なんですけど、この開けた後にシティ対アーセナルがあって、もうサッカーが止まらない一日という形になります。どうなんだろう、シティ対アーセナルは 1,2,3,4,5,6,7 クレ目だ。来シーズンね、あそこだからまあ J リーグのチャンピオンシップを勝ったということで、鹿島はまあクラブワールドカップに開催国枠で出たわけじゃないですか。で本当の順当でいくと、まあ、ACL アジアのチャンピオンズリーグを勝って勝ち上がるのがまあ順当。あれこれ前回も出たよね、鎌田。マジで前回も出たよ、最後の10クレ目かなんかに。こんなにすぐ出る、同じサテでずっとパック頭から蹴ってんだけどな。9クレ目カリーソ、まずはやっぱ ACL 優勝ですよね。 J リーグチームとしてはやっぱ ACL を優勝して、まあクラブワールドカップに出ると、まあ日本でやらなくなる可能性ありますからね。まあ来年とかどうなのか分かんないけど、調べてないんで。フォアテンクということで、今回はお堅いカードありませんでした。さよなら。